マルクス・セルイリウス・プレクス・ゲミヌスは、紀元前3世紀後期から、紀元前2世紀前半の共和制ローマの政治家、軍人。紀元前202年に、執政官を務めた。プレクス・ゲミヌスは、セルイリウス氏族の出身である。セルイリウス氏族は、アルバロンガからローマに移住した6氏族の一つとされている。紀元前495年のプブリウス・セルイリウス。 プリスクス・ストルクトゥス以来、多くの失勢感を排出してきた。しかし、ゲミヌス自身はパトリキではなく、プレブスであった。カピトリヌスのファスティによると、父のプライノオーメンは、ガイウス、祖父は、プブリウスである。父ガイウスは、紀元前218年に、法務官に就任したが、ボイ族との戦いで敗北し、15年間放流となった。祖父プブリウスは、 紀元前252年と紀元前248年の二度失政官を務めたが、ゲミノスのコグノーメンを名乗った最初の人物である。兄のガイウス・セルイリウス・ゲミノスは紀元前203年に失政官を務めている。ソフ・プブリウスはパトリキであったが、マルクスは生まれた時点からプレブスであった。おそらく父、ガイウスの時点でプレブスになっていたと思われる。 プレクスは飲みを意味するが、プレクスゲミヌスという二重コグノー面は、カピトリヌスのファスティにのみ記載されており、他の文献では確認できない。息子のマルクスは、紀元前181年に、トリブヌスミリトムを務めており、孫のガイウスは、ウアキアのコグノー面を名乗った。ひ孫のプブリウスセルウイリウスウアキアイサウリクスは、紀元前79年に、失勢官となっている。 プレックス・ゲミノスが最初に記録に現れるのは、紀元前211年であり、前年に死亡したスプリウスカル・ウィリウス・マクシム・スルガに、代わって鳥占い官に就任している。翌年、第二次ポエニ戦争に出征し、勇敢な選手との評判を得た。紀元前204年には、上級アゼチ官に就任し、競技会を開催している。紀元前203年、 兄のガイウスが執政官を務めていたが、プブリウススルピキウスガルバマクシムスを独裁官に任じた。プレックスゲミヌスは、騎兵長官に指名された。ある資料では、ガルバマクシムスとプレックスゲミヌスは、ハンニバルを支援した都市を回り、その理由を調査したとする。別の資料では、これを実施したのは、執政官ガイウスであったとする。いずれの資料でも、年末の政務官選挙は、 ガルバマクシムスとプレクス・ゲミヌスが管理したとしている。この選挙には、プレクス・ゲミヌス自身も立候補しており、執政官に当選した。同僚のパトリキ執政官は、ティベリウス・クラウディウス・ネロであった。すでに第二次ポエニ戦争は、最終段階に入っており、両執政官ともに、アフリカへの出征を望んだ。民会は、スキピオ・アフリカノスが引き続きアフリカ遠征軍の指揮を、 取ることを望んだが、元老院は、失政官の出生を指示し、くじ引きの結果ネロがアフリカを担当することとなった。プレクスゲミヌスは、エトルリアを担当することとなった。この年の中頃、兄、ガイウスを選挙実施のための独裁官に任命し、プレクスゲミヌスは、ローマを離れた。翌紀元前201年にも、全失政官として、エトルリアでのインペリウムを維持した。 カルタごとの講和が成立して、第二次ポエニ戦争が終結すると、プレックス・ゲミヌスは、スキピオのアフリカ遠征軍の退役兵士に対して、サムニウムとアプリアの土地分配を行う10人、委員会の一員となった。紀元前197年には、カンパニアの沿岸地域に5カ所の植民主を建設するための3人委員会に選ばれた。プレックス・ゲミヌスに関する最後の記録は、 紀元前167年のものである。第3次マケドニア戦争が終結し、ルキウス・アエミリウス・パウルスのトリブヌス・ミリトムであった、セルウィウス・スルピキウス・ガルバが、パウルスの外戦式実施を求めた際に、プレクス・ゲミヌスはこれを支持している。市民に対する演説ではパウルスが戦闘で受けた傷跡を見せ、彼の奮戦を称えている。ありがとうございます。